アルゼンチンの裁判所が、現地時間10日、コメ人気歌手ラスティン・ビーバー容疑者、21、に、逮捕状を発行し、ICPO、国際警察機構、を、通じて国際指名手配されていたことが、11日、わかった。エイガーリアン神などによると、ビーバー容疑者は2013年11月に、ブエノスアイレス市内のナイトクラブで、自身のボディーガードに命じて、パパラッチのカメラマンを襲撃させた疑い、裁判所は事情聴取のために、ビーバー容疑者とボディーガードに、出廷命令を下したが、完全無視。同判事は2人の、即時拘留、を、命じた。アルゼンチンの法律によると、もし有罪となれば暴行罪で、最高で懲役6年の、判決が下される可能性があるという。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。